こんにちは、ブルーホースです。皆さん、いい夢見てますか？朝起きたら、初恋のあの人とハグができたとかね、わー、大金持ちになってクルーザーで世界一周してるぜとかね、もういろんな夢を日々見てるかと思うんですけれども、どうやらですね、いい夢を見るための方法っていうのが、寝方っていうのが分かったらしいんですけれども、もう答え書いてますね。右向きに寝る、つまり、体半分が、右を向いて寝ている状態なんて言ったらいいんだろうな、心臓から遠い方が上を向いているような状態ですね。で、寝るのが吉。右向きが吉って書いたら分かるか。ということですね。今日は非常にシンプルなお話なので、そんな動画も長くないんですけど、寝相によって夢の内容が変わるかもしれないというお話なんですが、実験が2つあります。まず1つ目は、参加者の寝方を調べた上で、夢を思い出す能力とか、悪夢を見た回数などをチェックしてみました。でその結果、一体どうだったかっていうと、体を左側にして寝ている人は 41% が悪夢を見やすい傾向だったんですが、体の右側を下にして寝る人の方が安らぎとか安心感を抱いて寝ている傾向っていうのが高かったですよと。なので、体の左側よりも右側を下にして寝る方が睡眠の質は高かったっていうことですね。はい。で、これ自体は実はそこまで60人くらいでしたかね、数の多くいる参加者がいたわけではないんですけど、信憑性が高いかと言われると、微妙な面はあるんですけど、睡眠の質と、ね、夢に影響があるという結論が出ています。それからもう一つの実験としては、700名ほど、先ほどの60人に比べたらね、12倍ほどの参加者が集まっているんで、もうちょっと信憑性高まるかなというところなんですけど、性格テストを行った上で、寝相と夢の関係ですね、寝相と夢と寝相、どんだけ寝相を調べるんだってことなんですけど、の関係を調べてみました。その結果どうだったかっていうと、うつ伏せで寝る人ほどポジティブで鮮明な夢を見やすいと。で、うつ伏せで寝ると特に性的、わーの夢を見やすくなるということですね。で、性格テストを行ったんですけど、パーソナリティの違いは夢の内容には影響しませんぜっていうことだったんですね。はい。で、結論としては、寝相で夢が変わる理由はわからないんですけど、寝相で夢の内容が左右することっていうのはあり得ると。だから右を向いたらいい夢を見やすくて、左だったら悪夢を見やすいと。で、うつ伏せに寝れば仰向きで寝る人ほどより性的な夢を見やすく、しかもそれが鮮明に覚えてることができるというね、もう男性にとっても朗報中の朗報かもしれないですが、というところですね。っていう話です。で、はっきり夢の内容を覚えておきたいのであれば、うつ伏せで寝るっていうのが吉かもしれないですね。ただこれに関しては机で突っ伏して寝るのがいいのか、それとも布団の上でうつ伏せになるのがいいのかっていうところまでは書いてなかったんで、とりあえずうつ伏せっていうくくりでお話をしています。ただし、夢を見るのはよくっても、その右で向いて寝るのがいいのか、左で向いて寝るのがいいのか、仰向けなのか、うつ伏せなのかっていう、その安眠の質に関してっていうのはちょっと書かれてなかったので、その部分が分かってなくて、夢を見たさに健康を害するかもしれないっていうちょっと不安要素は残ってますんで、ちょっと自己責任でね、いい夢見たかったら右もしくはうつ伏せで寝るっていうことをやってみていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。